ャートを切るっていうようなイメージ、そういうタイミングの人もすごく多いと思うのね。で、まあ、全然なんかパッとしない、わかんない、そういうのよくわかんないよって言う方もなんとなくで大丈夫で、ぼんやりで大丈夫なので、これからまた夏至を超えて、まあ、夏至の時さ、苦しかった人すっごいいっぱいいたと思うんだよね。あと、夏至の最中、夏至前苦しかった人と夏至を超えて苦しかった人と結構分かれていて、で、この時期やっぱ肉体的に苦しいって、赤ちゃんとかもよく泣くよ、当たり前だよそれって、私たちの肉体生物だからね、当たり前だよっていう話してたと思うんだけど、ね、すごい数ね、お空に旅立っていく人が、多かった感じがします。で、いやなんかね、毎年多いんだけどこの時期は、だけどね、なんかね、今年すごい感じて、でみんなも体感があったと思います。瞑想が終わってから急に、大切な人が亡くなったとか、大切な人が亡くなったとか、ご親戚が急に救急搬送されたとか、私のところにも結構な数届いているので、かなりの数だったんじゃないかっていうふうに思うんだけど、身体的なしんどさと、肉体的なそこのしんどさと、あとハートの部分でギュッてなる方がすごい多かったんじゃないかなと思います。で、あれを、昨日の夜どうしても本当は書きたかったんだけど、なんだっけ、ブログ書きたかったんだけど、書けなかったの。で先にちょっとそろそろ準備とかしてて書けなかったね。後で後々ちゃんと文章としてお届けしようと思うんだけど、みんなに先にお伝えすると、生と死はエネルギーは、エネルギーレベルは同じです。何が言いたいかというと、誕生の時、この地球に降りてくるよ、生まれてくるよ、お産があるよっていう、その瞬間の、エネルギーってみんな嬉しいでしょ、ハッピーでしょ、歓喜の瞬間でしょ。でみんな、お母さん頑張れ頑張れって言って、お産をするでしょ。で取り上げられて、で よかったねよかったねってこう祝福のエネルギーでしょ。で、その時一つの命がこの地球にこう生まれ立つ時のエネルギーと、私たちがこの地球を旅立つ時のエネルギーは、どちらも、同じなんです。同じぐらい、むしろもしかしたら、でも同じなんだよね、同じなので。私たちはさ、やっぱさ、死に対してすごく、なんていうのかな、やっぱ大切な人を亡くしたりとかそういう経験から悲しいって思ったりするでしょ。で、やっぱ悲しいじゃない、あと苦しいって思ったり、その現実がこう受け入れられないっていうような出来事があったりもするじゃない。目を背けたくなってしまうっていうようなこともあるじゃない。で、すごい瞑想と関係ない話をしているようで、すごく今タイムリーで、すごい大事な話だと思うので、ちょっと今熱弁しちゃってるんだけど、誰だっけな、瀬戸内寂聴さんだっけな、がね、旅立つ時のそのエネルギーっていうのは25メートルプールか、25メートルプール500倍だったかな、500以上だと思うの。それが瞬時に沸騰するぐらいのエネルギーなんだって。意味わかる？すごい広さだよ。わかるわかる。でそれが瞬時に沸騰するので、それぐらいのエネルギーを私たちの肉体はかけてこの地球に降り立っていて、でそのエネルギーをかけてお空に旅立つので、
そのエネルギーはどちらも歓喜なの。どんなにその人が死にたくないと思っていたとしても、どんなにその人がもっと生きたかったと思ってたとしても、魂レベルではすごいエネルギーをかけて、すごいエネルギーで、空に帰っていくので、それはどちらも歓喜なのよ、魂的には。ですごい空のメッセージ、久々なんだけど、空のメッセージとかよく昔さ2年前くらいはバンバン出してたんだけど、本当に久々なんだけど、本当にそういうなんていうの歓喜だからっていう、そういうのを伝えるっていうメッセージが本当に多くって、なんかね、やっぱね、人間ってさ喜怒哀楽あるから、悲しいっていう気持ちがどうしても勝っちゃうんだけど、でも魂レベルではそれはね歓喜なのね。でよく看取りの人とかいるじゃない、看取りの瞬間を大切にするっていう、私のお友達でもそういう看取り師みたいなのやっているお友達がいるんだけど、看護師さんでね、在宅で看取るっていうのをやってる方がいるんだけど、旅立つ瞬間にはもし可能なら、よくさ五輪中の時に間に合わなかったとかっていうのを後悔してる方とかもいるじゃない、これ聞いてる方の中にもいるかもしれないんだけど、もちろんねその瞬間に立ち会えたらすごくいいんだけど、立ち会えて一番いいのは締める。私たちは生まれてきた時必ず抱きしめられて、取り上げられて抱きしめられて生まれてきてるから、だから旅立つ時も抱きしめる、そういう旅立ち方をお互いにね、それはその旅立つ方も、そして、旅立ちに立ち会う私たちも、それをやる施すことによって大きな意味があるっていうのを聞いた時にね、そうだよねって思ったのね。で、その瞬間にもし立ち会えなくても、2日とか3日はエネルギーがまだなんていうのかな、肉体になんていうのかな、心臓は止まっても臨終ですって言われても、エネルギーはだって25メートル500倍一気に沸騰してってるわけだから、それはなぜ起こるかというと、その人のためでもあるんだけど、その場にいる人のためでもあるんで、つまりは自分のエネルギーの橋渡しをしてお空に帰っていくわけですよ。でその余韻っていうのが2日3日残っているそうなんですね。なんで手を握ったりとか抱きしめるのができないっていう人も多いじゃない、親子とかご夫婦とか、分かんないけど、そういうのができないって思う人は手を握るだけでもいいから、抱きしめるのが一番いいんだよ本当は。だけどそこにエネルギーはあるから、だから本当なら抱きしめてほしいんだけど、2日3日経っても、そこにあるのエネルギーは。だから手を握ったり、そこで橋渡しを魂はしてくれてるから、それをその歓喜のエネルギーとその感情がねちぐはぐになっても全然よくて、それをやるだけで全然違うので、もしねこの話を聞いてね、もしも将来そういう場に立ち会うことがあったならば、ぜひ覚えておいてほしいな。